はい、どうもゆうくんです。今回も話題の車、そして新型車の魅力をカタログで紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回紹介する車はこちら、トヨタランドクルーザー200でございます。で、このね、200系の、ランドクルーザーなんですけど、今となってみれば、プレミアムな、まあ、本格、オフローダーということで、世界各国でね、愛されている、まあ、ロングセラーモデルと、なるわけなんですけど、先日、まあ、小さいですけど、まあ、マイナーチェンジが、施されたので、また改めて、紹介したいと思います。まず1ページ目にはですね、この砂漠を、走る、ランドクルーザーの、写真が載ってます。で、次のページでも、このね、独特の、いかつい顔つきがね、強調されております。まあ、エンジンは、まあ、V8 の、ガソリンエンジンなんですけど、まあ、アクロ走破性能っていうのは、まあ、昔から、非常にね、高いですので、こういう感じで、まあ、川も、渡れる、そういう車となってます。それぞれのね、グレードが、紹介されております。で、こちらが最上級の ZX となります。 ZX ですとね、専用の、アルミホイールとかが装備されるようになっております。で、ZX の、横から見た写真がこのようになります。次のページでは、AX のグレードの、まあ、リアビューが出ます。で、全体的に言いますとね、リアビューこのような感じになります。で、AX ですと、ZX より、小ぶりな、アルミホイールが採用されております。で、インパネ周りがこのような感じになります。やはりね、あのプレミアム感もあるんですけど、操作性にも優れた感じのスイッチとかの、まあ、レイアウトになっております。で、メーターも、非常にね、見やすい感じになっております。で、あと、パネルにはですね、なんか木目のパネルとかも採用されてますので、やはりね、内装もなんか高級車らしい内装となっております。で、インテリアがこのような感じになります。で、上級グレードですと、8人乗りですね、8人乗りのモデルとなりますので、3列シートとなります。で、シートもね、本革のシートが、採用されておりますね。で、最上級使用車ですと、まあ、2列目用の、モニターもね、採用されてますので、長距離でもね、快適に、まあ、ドライブが楽しめるようになっております。で、次のページでは、ランクルのね、歴史が、紹介されております。この、ジープから始まって、今のランクル200につながっているということになります。で、次のページからは、走行性能についてが紹介されております。パワーユニットが V8 の、4.6リッターのエンジンが搭載されております。最高出力が318馬力で、最大トルクが、46.9kg となっております。まあ、欲を言いますと、ディーゼル使用車もあった方がより、まあ、多くの人に、受け入れられたんじゃないかなとも思うんですけど、やっぱり、まあ、いろんな、まあ、思惑があっての 4.6 リッター V8 エンジンのみのラインナップなのかなとも、思います。で、そのエンジンに、組み合わされるのが、6速オートマとなっておきます。で、4駆システムも、かなりね、最先端のものとなってまして、まあ、あらゆる地形に応じて、まあ、四駆の、まあ、性能を切り替えることができるようになっております。まあ、岩場とか、あとは、まあ、砂地とか、そういうね、あらゆる地形に、対応した、走行モードを、切り替えることができるようになっております。次もですね、まあ、走行性能に関する情報が紹介されてまして、まあ、マルチテレインモニターというのも、装備されてまして、車両のね、4方向に、カメラが、装備されてまして、まあ、トランスファーが、まあ、4駆の、ローモードの時に、4方向をね、まあ、映し出してくれるということになっております。それに伴ってですね、パノラマモニターにも、対応しているということになります。オフロードの、
まあ、坂道とかを、まあ、上り下りするときにも役立つ、クロールコントロールとか、あと、ターンアシストとか、そういう機能もついておりまして、あと、トラクションコントロールもね、専用の設定となっております。あと、坂道発進補助の、ヒルスタートアシストも、もちろんついております。であと、パワーステの設定もですね、あの車速に応じて、まあ、パワーステの、ね、レスポンスも、切り替えてくれる風になっております。であと、車両を安定させるための、エアロスタビライジングフィンも、採用されております。次のページでは、まあ、骨格とかもね紹介されてまして、骨格もね、本格オフローダーということで、まあ、オフロード走行に対応した、強靭な、骨格が採用されてますし、あと、サスペンションもね専用の、セッティングが施されております。まあ、それぞれのね、まあ、アングルとかがこのようになっております。であと、まあ、状況に応じて、車高も、調整することができるようになっております。あと、上級グレードですと、走行シーンに応じて、走行モードをね、5種類から、切り替えることができるようになっております。まあ、専用のねサスペンションの、コントロールシステムも、ね、対応されてますし、あと、まあ、今回の、マイナーチェンジで、全車、トレーラー牽引用の、ヒッチメンバーが、メーカーオプションで設定されたということになりますので、例えばキャンピングカーとしての、利用も、まあ、より、できるようになったということになります。次のページでは、安全性能についてが紹介されております。で、ランドクルーザーですとトヨタセーフティセンス P が装備されております。でこれが、ミニフェアレーダーと、単眼カメラを、組み合わせた、安全運転支援システムということになります。機能としましてはプリクラッシュセーフティの機構と、あと、レーダー方式の、クルーズコントロールが採用されますし、あと、車線逸脱警報の、レーンディパーチャーアラート、そして、オートマチックハイビームも装備されるということになります。その他の装備がやはり、ランクルほどの大きさになりますと、視覚もね、多くなってくるということなので、ブラインドスポットモニターとか、まあ、マルチテレインモニターを、使用した、パノラミックビューとかそういう機能も、ついております。であと、メーターも、まあ、新鮮に優れた、メーターが対応されますし、あと、カラーの、マルチインフォメーションディスプレイも、対応されます。あと、ソナーとかも、もちろんつきますし、タイヤの空気圧とかも、ドライバーが、確認することができるようになっております。あとは、ライト周りですと、上級グレードには、LED ヘッドランプが、採用されております。ハイ・ロービームが、まあ、上級グレードには採用されますし、ロービーム、LED ヘッドランプがベーシックグレードの GX に標準装備となっております。であと、メーカーオプションで、ヘッドランプクリーナーとかも装備されますし、あと、追突防止の、緊急ブレーキシグナルとかと、リアフォームも、用意されております。であと、横滑り防止の、VSC とかもちろん ABS も、採用されます。で、エアバッグがですね、まあ、車内全体を包み込むようにレイアウトされております。であと、ボディが、衝突安全ボディとなりますし、フロント部、歩行者、障害軽減ボディ構造となります。で、次のページでは、ナビゲーションについてが紹介されております。で、専用の、ね、純正ナビゲーションですとブルーレイも再生できる T コネクト対応の、地デジナビが、採用されております。であと、ETC 2.0 の、ユニットも用意されております。で、T コネクトの、サービスについてが、ま、いろいろと紹介されております。ま、目的地を、設定できたりとか、あと、トラブルとか、ま、事故の際の、サポートもしてくれるようになっております。
記事のページでは、その他の快適装備についてが紹介されております。で、上級グレードにはですね、リアシートの、エンタメシステムが、メーカーオプションで用意されております。で、あと、さらに、スピーカーが、18個も用意されるということになりますし、 USB の入力端子も、ついております。で、あと、置くだけ充電にも、対応することができるようになっております。で、荷室が、シート全部格納した状態ですとかなりの、広さが確保されるようになっております。で、シートアレンジもね、ある程度、多彩に行えるようになっております。3列目が、簡単に格納することが、できるようになっております。あと、オプションで、トノカバーとかもね、用意されております。あとは、シートクーラーとかも、標準装備されているグレードもありますし、あと、シートヒーターもね、もちろんね、用意されております。で、あと、ステアリングヒーターとかも用意されるグレードもありますし、全席、フルオートエアコンは上級グレードには標準装備となっております。フロントシート、パワーシートが、採用されております。で、あとスマートエントリーにもね、もちろん対応してますし、バックドア、自動でね、開け閉めできるようになっております。あと、ムーンルーフとかも、対応してますし、あと、フロント、モデルによってはね、違うんですけど、上級グレードですと、オプションで、法令庫もね、つけることができます。で、あと、防犯性能もね、かなり、しっかりしております。インモビライザーも、つきますし、あと、侵入センサーとか、ジャッキアップにも、対応した、オートアラームがね、用意されております。グレードが、最上級ですと、ZX となります。で、車内このような感じになります。ブラウン系の、本革シートがね、採用されておりますし、専用のね、アルミホイールが、採用されます。で、次が、AX の G セレクションとなります。で、こちらもね、本革シートとなっておりますね。で、次が AX となります。で、こちらが、ベージュ系の、インテリアカラーとなっております。で、一番ベーシックなグレードが GX となります。で、こちらが、5人乗り仕様となっております。で、あと、ホイールが、スチールホイールとなっておりますね。で、ボディカラーが、全9色となっております。それぞれインテリアカラーとかが、このようなラインナップになっておりまして、組み合わせ表がね、なってます。次のページでは、主要装備一覧表が載ってます。で、次のページでは、グレード別の、装備の比較表が載ってます。で、隣では、トヨタの純正の、エアローパーツが紹介されております。と、ラゲッジの、マットとか、あと、専用のエンジンスターターとかも紹介されております。で、次のページでは、主要商品表が紹介されておりまして、で、下には、寸法図が紹介されております。で、燃費の方が、ZX と、AXG セレクションで、リッター 6.7 キロで、AX と GX で、リッター 6.9 キロということになっております。で、隣では、環境情報や、トヨタの、関連企業についてが紹介されております。で、裏表紙はこのような感じになります。はい、ということで、今回は、新型の、トヨタランドクルーザーの200系について紹介しました。やはりね、この車はですね、世界中で、愛されている、プレミアムな、本格オフローダーということになります。で、ランクルーもですね、いつかは、乗ってみたいなと、思っております。片
タログの内容と、話の内容異なる表現とあったと思いますが、その点はご了承ください。また、ところどころお聞き苦しいところもあったと思いますが、その点もご了承ください。このチャンネルなんですけど、不定期で動画の方、投稿していきますので、チャンネル登録の方、ぜひぜひよろしくお願いします。あと Twitter の方で、動画のこととかその他いろんなことをつぶやいておりますので、できれば Twitter のフォローもよろしくお願いします。 Twitter のアカウントは、説明欄の方に書いておきます。はい、ということでゆうくんでした。ご視聴ありがとうございました。